できることが分かったので、回復を挟みながらコツコツ相手の体力を削っていきたいと思います。僕の楽園は壊さささせない殲滅準備を開始する。殲滅準備ですって。オリジナルの博士はこうまでしてここを守りたかったんだ。すごい執着心でドン引きしかできないわ。それだけで十分だろ。なんかやばいよみー。なんとかこらえて。こらえればいいの。未来ドン、こらえるだ。攻撃を耐えて。破壊光線なんて覚えてて古いじゃない。よく耐えたな。お前ならやれる、やれるぞ。ペパーがあんなに応援してくれてるよ。うおお、力がみなぎってきた。相手は次のターン反動で何もできないからチャンスだぜ。きつい一撃を見舞いしてあげなさい。お前を倒したら賞金はいただきだ。そういう企画はないです。うわぁ、硬いじゃん。霊夢の財布の紐くらい硬いんですけど。まあね、なんで誇らしげなんだ。ね、レイミーのテラスタルオーブ使ってない？未来ドンもテラスタルできるの？みー、未来ドン、テラスタルで決めちまえ。それじゃあ本気のテラスタルだ。これで同族を滅ぼせ未来ドン。悪人のセリフかな？いっけー、テラスタル未来ドン。これでパワー底上げ、一気に倒したいぜ。ドラゴン、テラバーストーン。よっしゃー、ついに倒した。これで今度こそ終わりだ。よく頑張ったわね。もうあいつにでかい顔させないわ。 AI 博士、楽園防衛プログラムとの勝負に勝った。やった、暴走止まったん。なんと素晴らしい。まさかオリジナルの博士の最終手段さえ退けてしまうとは。戻ったのか。ああ、この結果は最高の科学力を持つ。 AI にも計算できなかった。君たちは絶望の淵にいても自分の頭で考え、友達を信じる、勇気を持ち、決断できる人間なのだな。みんなの声援が未来ドンをパワーアップさせたんだよ。どれほど苦しい未来が待っていたとしても君たちなら自分が選んだ道を胸を張って進んでいけるだろう。ありがとうみー、ありがとう子供たち。どうやら僕がいる限りタイムマシンは止まらないらしい。それじゃあどうすればいいの？僕自身がマシンを復旧するシステムの一部となっているようだ。なんだよ、それ。すまないな。君たちの冒険をここから見ていて感じたことがある。君たちのその自由さが羨ましいと。仲間を思いと塔を組んだり、強さを求めて戦いの中に身を委ねたり、大事なものを守るため大きな敵に立ち向かったり、捕まえて戦って自分だけの宝物を探したり、僕も君たちのように何者にも縛られず、自分だけの宝物を見つけたい。もともとオリジナルのアシスタントとして生まれたんだものね。宝物。タイムマシンの一部である僕がここにいる限り、タイムマシンは止まらない。そんな、こんなによくしてもらったのに悲しいよ。だから僕はタイムマシンで、夢にまで見た未来の世界へと旅立とうと思う。そうか、AI 博士にも夢があったのね。そんな、せっかく会えたのに。タイムマシンを止めるためだけではないんだ。僕自身が未来の世界をこの目で見たくてたまらないのだよ。冒険に胸を躍らせるとは、こういう気持ちなのかな。ペパー、今まで真実を言え進まなかった。オリジナルの感情をそのまま受け継いだ僕にはわかる。君の父親は君のことを本当に愛していたよ。そんなの、今さらずりーよ。そうだな、すまない。ペパー、未来ドン、みー、少し寂しいがお別れだ。父ちゃん。親子のすれ違い、少しは解消できたんだろうか。さらばだ、自由な冒険者たちよ。ボンボヤージュ。喜んで送り出したいけどなんだか複雑な気持ちだわ。人間は送れないって言ってたけど結晶でできてるから平気なのか？そうかもね、無事に到着することを祈ろう。消えちまった。父ちゃん。なんとなくさ、わかってた。あいつ、偽物だったけどあの顔で、声で。俺の名前呼んでた。偽物でもその気持ちは本物で、だから俺さ、なんか。悪い、よくわかんねえ。未来ドンも悲しいよね。ミート未来ドンが頑張ってくれたおかげで、パルデアは救われたんだね。すごかった。ありがとね、ミー。いやいや、頑張ったのは未来ドンとポケモンたちだよ。みんなが力を出し切って戦ったから守られたんだ。ペパー、博士いなくなっちゃったけどさ。きっと未来で楽しく冒険してるよ。
サンキューな、ボタン。まだ気持ちの整理がつかないかもしれないけど、みんなで支え合っていきましょう。たまには霊夢もいいこと言うもんだ。博士を一発ブロックで殴りたかったけどね。全言撤回だ。さあ終わったし、みんなで帰ろう。もちろん未来ドンも一緒にね。そうだね、帰ろっか、私たちの家に。とは言ったものの、空気が重苦しいのは変わらず。はい、はい。おや、ネモの様子が。どうしたん？せっかくだからさ、寄り道して帰ろ。俺は。いいね、買い食いに行っちゃう。私も美味しいサンドイッチが食べたくなってきた。おい、みー。こういう時友達っていいなって思うわね。ほら、全部食っちまうぞ。宝探しがあったからこうしていい仲間たちに出会えたんだ。ああもう、わかったって。なんだかうるっときちゃうわね。人の温かさと優しさに涙が出てきた。それペパーが泣くところなんだけど。友達って素晴らしいね。ということで、エンドロールまで行ったということは、ポケモンバイオレットの大筋はクリアです。宝探しっていうテーマのもとほんといろいろなことがあったな。今作はひときわ踏み込んでる感じで、すごく面白かったわね。プレイヤーの成長ももちろんのこと、周りの子供たちもだんだんと成長していく姿が見れたよね。クリアモの要素もまだまだありそうだからまだまだ楽しみだぜ。色違いポケモンにもまだ出会えてないしね。色違いポケモンたくさん捕まえてどやるんだ。私はランクマッチにも挑戦したいぜ。まだ遊んだことがないみんなもぜひ遊んでみてほしいわ。さーてまずは図鑑集めを頑張るぞ。目指せ図鑑コンプリートだ。今回は何て読むのかな。ホニャララ愛好者よ。ホニャララは何なんだ。要するに前に実況した最高におバカなゲームっぽいゲームです。まあなんとなく想像できるぜ。こういうやべえやつが出てくるゲームです。ほんとやべえな。それじゃあスタート。このゲームは5種類のゲームモードから選択して遊べます。今回はこのカップルを不仲にさせるモードで遊ぶわよ。とんでもねえモードだな。ちょっとトイレ行ってくるわ。彼女男子トイレ入ってたよな。この状況であのカップルの中を悪くさせるにはどうしたらいいんだろう。あ、この金槌で彼氏の頭をぶん殴る。一番やっちゃダメー。じゃあこのトイレブラシを彼女に押し付ける。それで仲が悪くなるか。あのなー、私たちがこのカップルに危害を加えたって仲は悪くならねえだろ。確かにその通りね。仲を悪くするって当人に何かをさせないと難しいよね。うまく人を操っていかないといけないわね。このガタイのいいおっさん、なんか目立つな。確かに、この人を使って何かしてもらえないかな。そのためにはゲットしたアイテムを使う必要があるわね。試しにピンク色の石鹸を置いてみたよ。まさかの拾ったー。石鹸を踏んづけて足を滑らせておっさんにぶつかると思ったのに。なんか怖そうな人がいたよ、ただいま。この彼氏手を洗わないのか。悔しい、あの顔すっごい腹立つ。このハンマーで壁を壊したらどうかな。これでおっさんが動いてくれたら私たちの勝ちよ。勝ち負けとかあるのか。あら素敵な男性、あたしがお持ち帰りしちゃうわよーん。助けてー。あっはっはっは、我々の勝利だ。彼女はきっと呆然と見送っただろうな。ハニー、僕たちのように甘々なケーキを焼いてあげるよ。嬉しいわダーリン。こいつらまだ熱々のようね。あははは楽しいな。今回はこの子供が鍵になりそうだぜ。この子にあの二人をスコップでメッタメタにしてもらうとか。どこぞの惨劇アニメかな。もしくはこのタバスコを彼氏の鼻に突っ込むとか。容赦ねえ。ハニー、もうすぐ焼き上がるからね。あ、匂いをドライヤーで飛ばした。うわぁ、いい匂い。ママ、ケーキ食べたいよ。子供が匂いのせいで遊びをやめちゃったわ。ダーリン、ありがとう、幸せー。ニッキッキ。ケーキが焼き上がったらダメなんだね。何かするとしたら焼き上がる前にやらねえとな。あー、ひらめいちゃった。なになに。まずドライヤーをゲットして、ケーキの匂いを子供の方に飛ばします。そうすると子供が匂いにつられて窓の方に移動するから、その隙にスコップをゲットして。多分殴ります。適当か。あ、たまたまレンジを殴ったらうまいこと爆発してくれたよ。ダーリン、どういうことよこれは。おかしいな。へっへん、今回は私のお手柄ね。最後は偶然だったけどな。今度は二人で就寝か。けしからんけしからんぞ。彼氏の方はどうやら夢を見ているみたいだな。ハニーかわいいな。でもキャサリンは美しい。あー、こいつ別の女の夢を見ているわ。でも今はハニーかなー。この夢のことと寝言をなんとか彼女に伝えたい。だったら彼女を起こすしかねえな。あのキャサリンの夢を見ている時になんとか彼女を起こしましょう。あ、電気って使えないかな。いい案だ、キャサリンの夢を見ている時に電気をつけてみようぜ。
ハニーも可愛いけどやっぱキャサリンは魅力的だ。キャサリン。ちょっと、キャサリンって誰よ。僕寝言言ってた。バッチリ言ってたわよ。あ、仕事中に彼女と LINE してる。上司はどうやら気がついていないようだな。ふっふっふ、上司に気づかせてあげましょうか。この壊れたマウスを使って。ちょ、あれ、おかしいな、動かないぞ。このままじゃバレる。ん？何がバレるって？こらー、貴様仕事中に何をやっとるんだ。ひー、ごめんなさい。正義は必ず勝つ。正義なのか。ねえダーリン、メリーゴーランドよ。ハニーは全く可愛いな、呪うか。そうはさせないのが我らリア充クラッシャー。次々にアイテムを回収し、この二人を絶対にメリーゴーランドに乗せないぞ。こいつらの執念怖い。ここに種をまきまきして上路で水をあげると。なんだ、何か生えてくるのか。はっはっはっは、私を呼んだ姫君はどこかな。まさかの王子様来たー。で、なんだあいつ。もしやそこのお嬢さんかい。ハニー、行こう。じゃあ、本物の王子様、素敵ー。そんなー。見たかリア充。